アサスグッドに前回の続きからプレイしていきましょう。さて、協力者を得たところなんですけど、すずちゃん救えんのかな。まずはすずさんが死んだ時の状況を思い出すね。どのループでも死因は一緒だったんだ。すずちゃんはどうやって殺されたんだっけ。ハンマーでズドン、ハンマーによる撲殺。血まみれのハンマーが近くに落ちていたからそれで殺されたんだと思う。ハンマーなんてあったんだ。すずさんが殺されるまで私もハンマーを見かけなかったんだよね。ということは、あれ、凶器はどこにあったのかな。え？え？管理人室はさ、常駐してるからな、えのちゃんが。基本的に事務室じゃない。事務室にあったのを藤木さんが見つめて持ってるみたいなんだ。3日目にはもう確保していたのかもしれない。確かに捜索した時にハンマーなんて見つからなかったもんね。誰も見つけてなかったみたいだし、その後藤木さんをどうやって止めるかが問題なんだと思う。なんとか犯行を特定の時間に起きるように誘導できたらいいんだけど、いつ頃すずちゃんが殺されたのか整理してみようよ。分かった。まずは一番最初思い出してみて。すずちゃんの遺体をどこで見つけたんだっけ。倉庫。一番最初の時は倉庫だったよ。町田と一緒に倉庫まで行ったら鍵がかかってたの。それは何時頃だったのかな。確か食後にゆっくりしていた時だから、食後にゆっくりしていた時だったからって、もう夕食後ですよね。夕食後だったよ。その時はもう死んじゃってるんだよね。で、最後にスーさんを見たのは昼ご飯か。で、昼寝したらだったもんな。お昼ご飯の時に食堂で見たのが最後だったな。じゃあスーちゃんを見張っていないと昼食から夕食後までの間に殺されちゃうんだよね。次にループした時スーちゃんを見張ってたんだよね。うん、殺されないようにずっと見張ってたんだ。大富豪一人部屋の前にいたりしてずっとそばで見張っていたんだけど、最後は寝落ちしちゃって。そっか、2番目にループした時はスーちゃんの遺体をどこで見つけたんだっけ。見張っていた時は結局寝落ちしちゃって慌てて見に行った場所で見つけたんだよね。あの場所は、まあ倉庫。2回目を倉庫で見つけたの。寝落ちして慌てて倉庫を見に行ったらもう死んじゃってたんだね。遺体を確認した時間は確か朝、どっちだっけ。ご飯の前だったよな。6時、朝の6時だったよ。朝食のアナウンスが鳴る前だね。スーさんを見張っていても深夜から早朝にかけて殺されてしまう。詳しい時間わかんないもんな。少しだけ時間変わったけど結果は一緒なんだね。でも夜通し見張るのは難しいな。だから次に私は、まあ、どっちもやったけどこっちだよね。倉庫の鍵を隠した。倉庫の鍵を自分の部屋に隠したの。それは明暗だね。あ、でもそれでもダメだったんだよね。うん、そのループで変わったことがあったんだ。スーさんの遺体を発見した場所が変わったんだけど、その時の場所は部屋だね。スズの部屋。スーさんの部屋で遺体が見つかったの。スーさんが死んだ場所が変わったんだ。ひばりちゃんのドクタグでスーさんの部屋が開いちゃったんだね。その時の時刻は、時刻、ああ、夕食前。夕食前だったよ。そうなると、スーちゃんをずっと見張っていないと、昼食から夕食の間の時間に殺されちゃうんだよね。そうだよ。スーさんを見張っていなければ、昼食後から夕食の間の時間で藤木さんを犯行に及ぶ。じゃあ、その時間に。あえておびき出す。あえておびき出すのどうかな。おびき出す、例えばスーさんが一人になる時間をわざわざ作って藤木さんがスーさんを殺そうとしたところを止めるの。なるほど。あ、でもどうやってスーちゃんが一人になる時間を作れるかな。そうだな。あ、一番最初の時スーさんが一人になるタイミングができたんだけど、スーさんを
呼び出してなかったよな。これか。カードゲームに誘う。スーさんをカードゲームに誘うの。スーさんを遊びに誘う。カードゲーム？そう、スーさんはカードゲームがすごく強くて、何回やっても1位だからすぐに部屋を出たんだよ。カードゲームをすればスーさんが一人の時間ができるよ。他のみんなは？確か、あの時ゲームに参加したのは私と町根とスーさんと。参加しなかった側だな、これ。こっちだね。小前さんとカリンさんとブズキさんの全員で6人だったよ。トウカちゃんはどこにいたの？トウカさん？トウカさんは、どこだっけ？トウカさん。トウカさんは救護室じゃなかった？トウカさんは救護室にいたよ。じゃあエノちゃんはどこにいたの？エノちゃんは風呂じゃなかったっけ？イノ風呂。エノさんは浴室にいたよ。じゃあみんな割と近くにいたんだね。近くに、そうか、あの時スーさん以外全員が1階にいたんだよ。私が階段を通って2階に行く人がいないか確認したように、藤木さんだって食堂から2階に行く人がいないのかを確認できたんだ。だったらその時と同じように2階にはスーちゃんしかいないという状況を作れば犯行時刻の誘導が可能になる。トウカさんが薬を探したり、エノさんがお風呂に入ったりするタイミングはきっと今回もあの時と変わらないだろう。あとはスーさんを含めた残りのメンバーをどうやって1階に留めるかということになる。だったら大富豪か。そうだ、大富豪。え？スーさん、みんなで遊ぶという状況なら大富豪に参加してくれたの。だから今度も遊びに誘えば。予感がする。今度こそ行ける。行けるかな。スーさん、昼ご飯が終わり少し経った頃、町根と改めて作戦の準備をした私は心の準備をしてスーさんを呼ぶ。この時間きっとスーさんは自分の部屋にいるはずだ。え、ひばりさん、何か用ですか？これか。ちょっと思いついたんですけど、みんなでゲーム大会をしませんか？ゲーム大会？ラウンジでトランプを見つけたのでどうでしょう？いいですね。スーさんは嬉しそうにニコッと微笑んだ。トランプはスーを見つけていたので、あ、見つけてたんだ。遊び相手を探していたんですけど、こういうのはみんなで遊んだ方が楽しいですからね。はい、わかりました。よし、じゃあみんな誘ってみますか。と言っても、トウカさんあたりは参加するか微妙ですけど。とりあえず、以前と同じ流れにこぎつけた。あとはいろんな意味で、どう逆転するかだ。ゲームやるって本当？最初に食堂に顔を出したのは間違いだった。本当ですよ。ほら、トランプがあったんです。食堂のテーブルに広げていく。なんで勝負すんの？人数多いし、大富豪かな。次に来たのはカリンだった。カリンさんだった。あとはババ抜きとか、人数多いなら負け抜けとかでもいいけど。あのスピードとか速いのだと全然ダメなんで、私は大富豪が、いや、なんでもないです。そして小森さんと藤木さん、集まったのは総勢6人だった。エノさんは、事務室にあった雑誌を読みたいから不参加っす、だそうです。そうなんですね。トウカさんは、まあ、おおむね予想通りで、殺し合いをするかもしれない相手と仲良くゲームなんてできるわけないでしょ、だそうです。でも本当に、スズを殺す動機が見えないよな。そのままお風呂に入っていたみたいですけど、あれ？みんなどうしたの？いや、今の声真似すごかったよ。めちゃくちゃそっくりだった。そうですか？あれですかね。舞台とか見てて真似してる間に少しは上達しちゃったのかもですね。いや、マジでうまいって、人は見かけによらない特技あるもんだな。そういうカリンは何か特技あるの？
お、バカにしてるっしょ。こう見てアクセとか服作るのは趣味なの。やっぱりっしょ。はいはい。それじゃあ、とりあえず大富豪で遊びましょうか。6人いるから平民2人、富豪と大富豪、貧民と大貧民ですね。8で切って、はい、終わり。セイさんは最後に、剣を2枚同時に出して1抜けする。ああ、負けた。強いね、スーさん。たまたまですよ。これ出せないですよね。そんな高いのもう出せないよ。町田は最初は良かったけど、高い数字をバンバン使ってしまったらしく、後半ほとんど見ているだけだった。で、私も上がりです。2番目に抜けたのは藤木さん。あら、ちょっとひばり大丈夫？小前さんが心配そうな顔でこちらを見た。すいません、ちょっと。私は お腹を押さえながら体を丸める。どうしたのひばりん、お腹痛いの？ちょっと。そう言いながら私はカードを出した。私が3着、4着に小前さんが続き、残ったのはカリンさんとマチネ。よし、ビリ回避。イレブンバックを出せたこともあり、マチネが貧民、大貧民はカリンさんに決まった。マジでふざけんな。クソ、次はカーツ。私は苦しそうな表情を作ってテーブルの上に顔を伏せる。ひばり、本当に苦しそうね。部屋に戻った方がいいんじゃない？それより、救護室で休んだら？あそこ、複数の薬もあったはずだから。ありがとう。そうさせてもらうね。マチネの肩を借りるようにしながら、私は救護室へと向かった。ここまでは計画通りだね。腹痛の演技を続けながら、声を潜めてマチネと話す。大丈夫、あとは任せて。マチネは私を救護室に残し、食堂へと戻っていく。私はベッドに横になったまま、彼女が来るのを待っていた。あら、ひばりどうしたの？ちょっとお腹痛くて。心配そうに声をかけてきたトウカさんに、私は弱々しく笑みを見せる。薬は飲んだの？部屋で休んだ方がいいんじゃない？薬を飲みました。そうですね。部屋に戻った方がいいかも。そう言いながら私は食堂の様子を伺う。そういえば、エノさんはまだ部屋ですか？ああ、今私と入れ違いでお風呂に入っていったかしら。よし、計算通りだ。心の中で喜びながら私は食堂から漏れ聞こえてくる声に耳をそばでた。すずさん強いですね。誰が何を思っているのか、なんとなく覚えてますよね。なんで私が大貧民なの？納得いかない。今だ。私も部屋に戻りますね。お大事にね。トウカさんも優しいよね。あらかじめ決めておいた町のセリフを合図に、救護室から飛び出した。ねえねえ、藤木さん、おかしいよね。おかしいと思わない？そんなこと言われても。マチネがフズキさんに話しかけて階段から注意をそらした隙に、私は足音を潜めて2階へと駆け上がる。2階に上がると周囲を確認しながら廊下の隅に身を隠す。もちろんスーさんの部屋が見える位置に。これでフズキさんがまだ私が救護室にいると思ってくれればいいんだけど。やがてスーさんが2階に上がってきた。以前の大富豪の流れからして、これも計算通り。スズさんはあくびをしながら、部屋に戻っていく。そんな退屈だったか、あの人たちとの対戦は。どっかの部屋の扉が開いて、誰かが出てきた。ふずきさんだ。今も食堂で大富豪をやっているはずの藤木さんが部屋から出てきて、今私の目の前にいる。その手には倉庫を開ける鍵が。はい。廊下に立っている藤木さんを見て、藤木さんはちょっと驚いたようだった。藤木さん、どうしたんですか？ちょっと手伝ってほしいことがあって、倉庫で。なんで鈴に？ああ、みんな大富豪やってるから、別にいいっすけど。スーさんは特に疑う様子もなく、藤木さんの後について歩き出した。で、何を手伝えばいいんですか？ですね、あっちの棚の上。ん？どれです？スーさんが藤木さんの指差した方向に目を向けた隙に、藤木さんはスーさんの背後に回った。
隠し持っていたハンマーを振り上げながら慌てて叫ぶ。セスさん、避けて。え？ひ間一髪、よかった、間に合った。何よこれ、どういうことよ。驚きに目を見開いたセスさんだけど、 すぐに藤木さんを睨みつける。藤木さんはハンマーを持ったままそこに立ち尽くしていた。ちょっと藤木さん、あなたもしかして鈴を殴ろうとしたの？殺そうとしたの？なんで？違うの？これは？これは？完全に狼狽した藤木さんはハンマーを握りしめたのに盛んに首を左右に振っている。かわいそうだけど、さっきの強行に同情はしない。同情はできない。私は藤木さんの腕を取ってハンマーを取り上げた。そしてそのまま行きましょう。藤木さん、藤木さんを引きずるように歩き出す。大富豪をやっていた小森さんが食堂に入った私たちに微笑みながら声をかけてくる。あ、ひばり様子は？調子はか。次の瞬間、えぇ、こうなるんだ。何、どういうこと？大富豪をやっているテーブルには青ざめた吹雪さん、吹雪さんじゃねえ、吹雪さん。私が腕を握っているのもすっかり狼狽した藤木さん。私たちの目の前に二人の藤木さんが見つめ合いながら並んでいる。そして、ああ、消えた。私の手の感触とともに突然一人の藤木さんが消えた。どういうことなんだ。私の連れてきた藤木さんがまるで煙のように。いやいや、ちょっと待って。今何が起きたの？藤木は二人いたよね。これも幻覚？見間違い？うちだって見たよ。何これ、スーパーイロージョン？あ、完全に血の気を失った藤木さん。私は小森さんやカリンさんと藤木さんの間に割って入った。そうです、スーパーイリュージョンです。嘘でしょ、マジック？これ傷つかないからな。え、マジ？こんなすげえ手品できちゃうわけ？何何、ヒバリン、どうやってやったの？すげえ。本当にすごいよな、これ。私の待ち根はチラッと目を見合わせ、うなずき合う。私と藤木ちゃんとヒバリちゃんがチームでやったイリュージョンだよ。そこまで驚いてもらっちゃったなんて大成功だね。そうだね、やった。私はとびきりの笑顔でそう言い放った。え、でも待ってよ、あんな手品は不可能でしょ。一体どういうトリックだったの？トリック？いやいや、種も仕掛けもありませんって。まあまあ、 ないっちゃないんだけど。種も仕掛けもなかったら魔法じゃね？手品の種は明かせませんよ、そういうものでしょ。小前さんとカインさんは納得できないという顔でこちらをじーっと見ている。どうしようと思っていると、わかった、わかりました、手品だって言うなら手品なんでしょ、考えてみてはどうでもいいわ。え、あー、あんまり手品の種明かしをねだるのもかっこ悪いよな。うん。二人の言葉に私たちはほっと胸をなで下ろした。では、私とひばりちゃんとふづきちゃんはイリュージョンの後片付けがあるので、皆さん出て行ってください。小前さんとカリンさんは目を見合わせて小さく肩をすくめると並んで食堂を出て行った。さてと、ふづきちゃん、とりあえずあの二人はごまかしたけど、私たちはごまかせないよ。わかってると思うけど。藤木さんは私と町根の顔を変わるからを見ると諦めた顔でため息を吐いた。わかりました、何から話せばいいですか。はい、ということで、じゃあここで一旦区切って、次回ズッキーの能力についてねほりはほり聞いていこうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。